えっと、今日、あの、早速お話しさせていただきたいと思うんですけれども、あの、皆様、もう一再度書くんですけど、このねじめ、こんな大きくしてしまって書きづらくて、すみませんが、あの、余白とか、ご自由に使っていただいて、あの、メモとかしていただきながら、お聞きいただけると嬉しいです。えのー、ちょっと見慣れないと思うんですけれども、これで言うと、こう、 左上からこう時計回りにざっくりとこう進んでいく感じなのであの目で追っかけていただければ分かりやすいんじゃないかなと思います。えー、あのまず皆さんようこそお越しくださいましたということで。 タイトルは、あの、僕がつけたんではなくてですね、アンディさんがすごい厳密にこのタイトルを付けて、こういうタイトルで講演してくださいっていうふうに依頼を受けまして、今までそんなことはなくて、自分の話しやすいように組み立てて、最後から、<laughs> 最後にちょっとタイトルつけたりしてたんですけど、逆にそのチャレンジを受けて、あの、自分のやりたいようにやってると、やっぱり輝っていっちゃうし、あの、レベルアップがなくなっちゃうんですけれども、こうして、 あの、引き出していただいたなって思っていますし、喋る僕にとってもチャレンジングだし、皆様にとっても、あの、良いチャレンジが、あの、与えられるような講演タイトルだなっていうふうにすごく、あの僕も感銘を受けたので、このタイトルに従って、えー、進めさせていただきたいと思います。イエスに従って、歩みたい、あなたのための講演会。ということで、メインタイトルがイエスなら、 性自認、性思考をどう考えるそして、あなたはという、えー、タイトルなんですけれども、あのまあ、そんなにあの緊張しないであのリラックスしながら聞いていただけたらと思います。えー、このイエスに従って歩みたいあなたのための講演会っていうのをちょっとこう、3つに切ってみたんですけれども、この イエスに従ってっていうのがすごくあの大事だなと思って、あの鉄道鉄ビイエス様中心でお話がさせていただけたらなと思っています。あのこの LGBT とかセクシャルマイノリティの話をするときに結構聞かれるのが、聖書ではこう言ってるとか、あのキリスト教の伝統ではこう言ってきたとか。 まあ、うちの牧師はこう言ってるとかあんまりそれはちょっと聞かないんですけれども、まあ、そういうふうな言い方をされることが結構あるんですけれども,もうやっぱりそれは不完全な人間一人だったり人間の集まりだったりで聖書っていうのも人間の言葉で書かれており書いた人たちもあの人間なので。 そこを目指すよりもその聖書が指し示しているやっぱりイエス様をただお一人を目指してそのイエス様に従っていくっていうふうにした方があのいいんじゃないかなと思いますしで,でもそれはすごく難しいことでありますけれどもあのイエス様のようにっていうよりはその 歩んで、一緒に歩んでいく。イエス様と同じではなくても、イエス様と一緒に歩んでいく。そして、歩んでいけるかどうかはまだ分からなくても、その歩みたいっていう、そのお気持ちがすごく大事なんじゃないかなって思います。歩んでいるからには、道を間違えたりとかっていうこともありますけれども、そしたら、その都度立ち止まって、向きをちょっと修正して、また一緒にイエス様と一緒に歩んでいけば、 でうそれであなたのための講演会っていうこの「あなた」っていうのもすごく大事だなと思いましてセクシュアルマイノリティの問題とか LGBT の問題みたいな風な言い方をされる時に私たち性的少数者と呼ばれる一部の人たちが困った人たちみたいな問題 そのものもみたいなふうに言われてるような気がしてすごく悲しい思いをする時があるんですけれどもでもそれは一部の人たちの問題とかその人たちが克服してみんなマジョリティと同じようになればいいということではなくてそのセクシャリティ性の在り方ということをきっかけに全てのイエスに従いたいと思っているイエスに従って歩みたいと思っている全ての一人一人に 当時性のある関係のあるテーマなんですよということをお話しできたらなと思います、えー、早速そのじゃあセクシャリティって何なのかということですねこの上の真ん中の辺りに「What's セクシャリティっていうこの男マークと女マークを組み合わせたようなキャラクターを書かせていただいたんですけれども。 えー、セクシャリティあんまりあの最近まで使われなかった言葉かもしれないですけれどもその,その一人一人の性の在り方性の在り方って言われたって普通に暮らしていたらこの世には男と女がいて男と女が結び合って、ね、家庭ができてっていうすごくうーんシンプルな分かりやすい分類として考えられてきましたけれども。 でも実はそんなに単純なことではない一人一人に実は本当に多様な性別のカラーが存在しているっていうことが、えー、分かってきています。最近一番あの定着してきた LGBT っていう言葉なんですけれどもあのレズビアンゲイバイセクシャルトランスジェンダーの頭文字を取って LGBT って言って、まあ、これだけのその 女性同性愛者男性同性愛者また両方の性別に惹かれる両性愛者そして、まあ、ここまでの3つはある意味似たくくりなんですけども誰を好きになるかっていうくくりなんですけどその T のトランスジェンダーはあの誰を好きになるかっていうことは置いといてその人の心の感じている自分についての性別と体の性別が食い違っているっていう人をトランスジェンダーっていう。 あの、ある意味ちょっと全然ベクトルの違うものを組み合わせて、でも世の中で男女っていう当たり前が存在しているからこそ、生きづらくされてきたもの同士連帯していこうということで、あるカテゴリーの人たちを表す言葉として LGBT っていう言葉ができてきました。やっぱり、 名前がつかないといないいいととこにされてしまうので女って言えば男を好きになるんでしょ男って言えば女を好きになるんでしょっていう前提で話が進んでしまってすごく困ることがあるので私たちこんな人たちもいます同性が好きになる人もいます両方好きになる人もいますっていう可視化のためにあの L と G の人たちがまず名乗りを上げてそれぞれバラバラに活動していったけれどもやっぱりここは力を合わせてっていうことで同性愛 者ってていうカテゴリーとして連帯してさらにいや両方好きになるバイセクシャルもいますよって言って連帯してさらにトランスジェンダーもだいぶあの問題のポイントはちょっと違うけれどもやっぱり世の中の男と女っていう区切りのあるせいで生きづらいことは一緒だからやっぱりあの一緒に戦っていこうっていうその連帯と可視化のために LGBT っていう言葉ができました。でも 名前をつければつけるほどそこに当てはまらない人たちがどんどん出てきてしまってですねあのー、この LGBT ってところの左の方にすごく長い英語の羅列が LGBTQQIAAP 点点点点ペ,ペ,ペンパイなポアポペンみたいになっちゃって <laughs> いますけどこのいろんな。 セクシャリティいやこんなセクシャリティもあるからこのアルファベットもやっぱり入れてほしいって言っていたらもう本当にキリがないあらゆるセクシャリティをやっぱり包括することがちょっと難しいですよねっていうことでその上に書いてある LGBTQQ、まあ、っていうのはクイアってもともと変態みたいなすごい不別語だったんですけれども。 あのもういいよ、変態で結構、俺ら変態だ、お前らとは違うけど、誇りを持ってんだ、そのことに、みたいな風に、その部別語を自分たちの側に奪い返して、誇りを持って名乗り始めたクイーラやっていう言葉をつけて、LGBT だけじゃ言い表せないセクシャルマイノリティ全体の連帯を表したり、またあ LGBT、LGBTS とかプラスっていう風につけることでもっと広がりのある人たちを指す言葉として使ったりっていうことをいろいろ 工夫があるんですけれどもなかなかこうこれが一番いいっていう呼び方はないのでちょっと用語がバラバラになってしまっていますやっぱり名前をつければつけるほどかえって見えなくなる人たちがいて例えば同性に惹かれる良性に惹かれるとかいう風うに言っていると今度は誰にもあのそのような恋愛感情が向かない とか性的な関心がそういうふうには向かないっていう人たちがかえって見えなくされてこのコミュニティの中でも居場所がないみたいになってしまったり実際はトランスジェンダーなら LGBT と関係がないかというとトランスジェンダーの中にも同性にその心にとっての同性に惹かれる人を心にとっての異性に惹かれる人ってもうそれ人それぞれですしやっぱり複合的なのでこの言葉で表すのはどうしても不完全なんですね。 そして生まれたのが最近もうやっと LGBT を覚えたのにまた新しい単語買ってうんざりされるのももう仕方ないんですけれどもこの葬儀とか葬儀って呼ばれる SOGI という言葉が最近使われ始めていますセクシャルオリエンテーション性的思考そしてジェンダーアイデンティティ性自認この2つの時空をもとに 人間を見てみる。そうすると、あの、どういう人っていうことよりも、この人はどういう性別を、の特徴を持っているのかっていう、その属性とか特徴を表すような、あの、概念ですね。だから、素ジの人っていう人はいないんですよ。LGBT に該当する人っていうのはありますけれども、素ジっていうのは人、どんな人のことも、この素ジという物差しで、 見るるるななならばそののの人人人ははどどういうういいかってててんんにでででも当てはめて考えることのできる言葉なんです、えー、ちょっとこの右上にちょろっと httpsa.net ソジって書いてあるんですけれどもあのちょっとインターネットで検索していてすごくこの LGBT とソジがよく分かんなくなっちゃった時に見ると分かりやすいというページを見つけましたのでもしあの帰ってお時間がありましたらここも読んでいただけたら 分かかりやすいいいんじゃないかなと思いますえー、先ほどあのアンディさんにも軽く紹介していただきましたけれどもじゃあこの「掃除」という軸で僕寺田ルカのことを考えてみならばどうなっていくかというと今2つの軸っつったのにもう右に4つ番号を振ってあって <laughs> ま,あまだ増えるのかよって <laughs> 思われるかもしれないんですけどどうしてもやっぱり自分の中でそれぐらいにやっぱりいろんなことがあの階層に分かれていてやっぱりその男か女かって一個で言えないいろんな軸があるのでちょっと4つどうしても言わせていただきます。えー、で自分にとってやっぱり一番軸になっているのはその性自認ジェンダーアイデンティティの方は先にきます僕にとっては。 というのは、あの、同性愛とか異性愛とか言われても、その体の性別に対してじゃなくて、やっぱ心の性別にとって、どっちがっていうふうに考えるので、やっぱり基盤が、土台が性自認なんですね、僕にとっては。他の人にとってはあんまりそこは重要じゃないかもしれないです。で、僕の場合は、えー、男性、女性がこれぐらいの軸がもしあるとしたら、 このぐらいかな完全に100%男かって言われたらちょっと違うけどもでもやっぱり女っってて思われれるののは絶対嫌だいいいうなのでここぐらいのところにいます人によっては中間の人もいればその軸の中に置きたくないっていう人もいるしどっちも自分は持ってますっていう人もいるしその時その時でこっちだったりこっちだったりっていう人もいらっしゃいます。で 二番目の軸として、性表現。じゃあ、心が男だから、メンズだけを着たいかとか、心が男だからうん、言葉遣いは絶対にこう、男の言葉だけが使いたいかとか、仕草とか、いろいろ考えたときに、世の中の人たちが、それは男っぽいとか、女っぽいとかっていうふうに文化的に判断する表現。って言ったら、 まあ、一人称は僕って言ってるので中性的な私とかに比べれば男寄りな表現ですけどもファッションは今あの絶対に男性ものって言えるものは一つも着ないで来ました今日はスーツとかそのシャツの重ねがあるものとか、えー、こうチャックがあるもの、えっと、ジーパンみたいな、ね、そのチャックがあるものって必ず右か左が前に来ますよねそうすると基本的には紳士服は左が前。 えっと婦人服は右が前っていう風になっていてそれがこうわざわざ表現されるのが最近すごくなんか嫌だなって思いましてそれであのジッパーは真ん中にあるので中性 T シャツも何もないから中性 <laughs> このサルエルっていう面白いズボンをちょっと履いてるんですけどもこれもちょっとスカートとズボンの中間みたいだし。 なんと紐で締めているのでここも一切性別が関係ない服ということでうん、まあ、この髪型を男っぽいと見るか女っぽいと見るかは <laughs> ご判断にお任せしますけれどもなんか自分の性表現としては中性ぐらいなんじゃないかなっていうふうに思っています、まあ、それもねその日の気分で変わりますけどねそして3番目に性的思考 自分がどちらの性別に惹かれるか、えー、これもその時その時でやっぱり変わるというかその時好きになった人がたまたまそっちの性別とかいろいろそういうのもあって絶対こうだとは言えないですけども恋愛感情に関して言えば僕はバイセクシャルだというふうに自認しています。男性も女性ももも女惹かれますでも まあちょっとあの突っ込んだ話になりますけどじゃあ性的欲求も両方にあるかというとこれは女性に対してはなんかあんまりそういうふうには思わないだから結婚とか難しいのかなっていうふうに思ったりしてあの人によってその恋愛感情と性的欲求のが違う方に向く人もいたりするっていうふうにこの3つ目の性的思考に関しても一言では割り切れない。 難しいグラデーションがあるんですね。そして最後に自分にとってはおまけぐらいに考えているというかまあそれでもね逃げらんないのであの決してどうでもよくはないんですけれども4番目に体の性いというのがきますけれどもここは自分のアイデンティティの基盤ではないのでやっぱり。 あの周りの人がこの人はどの振る舞っていようとやっぱり体が女性だから女性だよねっていうふうに見てしまうとやっぱりちょっと悲しくなるのでそういう時は自分は確かに体は女性ですけども政治人は男性なのでそういうふうに接していただけると嬉しいですっていうふうにその都度伝えてあの接していただくようにして今は生きています。という感じで僕の。 セクシャリティ素地についてお話しさせていただきましたけれども性別皆さんは自分ご自分のことを男もしくは女として今まで考えてこられた方が多いかなと思うんですけれどもでもこれだけの軸があるとしたら実は皆さんもそんな簡単に割り切れない部分を持っているのではないかなって思うんですね例えば今まで好きになった人をちょっと 思いい浮かべていただあの私に報告しなくていいですので <laughs> <laughs> たった一度も同性に惹かれたことがなかっただろうか友情だって決めつけていたけれども本当にそれは恋愛感情じゃなかったって言いきれいだろうかとか自分の性的なアイデンティティは果たして男性もしくは女性だって言い切れるだろうか。まあ 表現する性に関しては女性の中でもボーイッシュって言われる人や、うん、男性の中でもフェミニンって言われる人たちがいたりしてある程度知られていますけれどもでもその表現と自分のアイデンティティって別に一致してるとは限らないんですよねすごくあの自分のこと男だって思っていてもすごく可愛いいものが好きっていう人だっていてその人は周りから「めめしい」って言われたりとか、うん、あのするかもしれないですけどそんなのは人が勝手に決めた基準なわけです。 そういうわけでこの素地っていうことを考えると誰一人当事者じゃない人っていうのはいなくなっていってお互いにあなたはそういう個性があるんですねっていうふうに対等になるんですねあなたは私より男らしくないとかあのそういう上位がなくなります、うん、ここまでガーッとちょっとセクシャリティっていうことについて ものすごい話を広げたんですけれども、ちょっと今度は、うん、せっかくこの教会での講演ということでですね、次のキリスト教の中では、じゃあ、今どうなっているんだろうというところに、今度入っていきたいと思います。あの、飛ばしすぎて、ついて、ちょっと、ちょっと待ってくださいっていう方は、あの、手を挙げて、あの、ちょっとシンキングタイムを入れていただきたいということがあれば、 大丈夫ですので、とか、あの、後でも質問タイムがありますので、わからないことなど、どんどんメモしておいた後で聞いていただければと思います。キリスト教の中では、ずっとこの罪か罪じゃないかっていうことばっかりで話されてきたんですね。少なくとも同性愛っていう概念が、19世紀とかになってやっと出てきたんですけれども、それまではあんまり、 うういうふうな発想すればなかった長い間ずっとそういう発想すらなかったけれども同性愛っていう概念を人々がどっちかというと悪い意味で発見これは異常だっていうふうに発見して、うん、同性愛っていう名前を付けた時からこの方は罪だっていうレッテルが貼られてきました。でさらにに現代になってこういういセクシャルマイノリティー といるんだなっていうことがちょっとずつ知られていったりする中で罪だって言い切っちゃったらもうその人たち行き場がないじゃんっていうことであの罪っていうのをやめようよもしくはいや罪そもそも罪じゃないっていうふうにその罪だ罪じゃないっていう論争がずっと続けられています。まだ 罪だっていう意見の方が支配的な空気があるので本当は一人一人がどう思ってるかっていうのはあんまり分からなくてもんとなくキリスト教は同性愛は罪だって言ってるんじゃないかとかトランス体の性別を変えたりその体の性別と違う性別で生きようとすることっていうのは罪なんじゃないかっていうふうにクリスチャンじゃない人たちからもそういうふうに見られています。キリスト教は LGBT に反対なんでしょうっていうふうに少なくとも思われるくらいにはキリスト教会の中でそういういい空気が浸透しています個々のことで言うとまあ同性を好きになるのはそれは自分で選べない好きになっちゃうのはしょうがないよねだからそこはまだ罪じゃないってことにしようみたいな。 でもやっぱり交際したり、まあ、交際して同棲するからにはまあ性的関係持つだろうからやっぱそこまでいっちゃうと罪だよねだから同性愛者の人たちはあの同性のカップルにならないでき清い独身生活を保つか異性愛者になれるように祈り求めるべきだよねみたいなことを言っているクリスチャンがまだたくさんいます。また トランスジェンダーについての方が自信をなくす人たちが多いんですけれどもどうせは罪だって言っててもちょっとトランスのことは私もよく分かんないんだよねっていう人にも出会いましたけれども自認する性別が体と違っちゃうのは、まあ、それは本人の選んでることじゃないからどっちかっていうとちょっと性的混乱だよねかわいそうにみたいなちょっと障害っていう風な目で見たり病気っていう目で見たり。 なんかご家庭の事情があってなんかその正常な性自認が獲得できなかったのねみたいなふうに見なされてしまったりとかうんそういうふうに哀れまれる一方ででもだからといってその心の性別で扱っちゃうのはその神様があなたをそういう性別に作ったことを否定することになっちゃうからやっぱり私はルカちゃんのことは女性として扱うわみたいな。<laughs> <laughs> 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 そういう風にな,なってしまうクリスチャンもやっぱりいないわけじゃない僕はあの自分の母教会ではかたくなにカミングアウトをし続け訴え続けた <laughs> 結果だいぶ多くの方がルカ君って呼んでくれるようになったりすごくあ,のありがたいことなんですけれどもそうやって言えないでいる教会の中で言えないでいる人たちも結構います。<laughs> まして 体を変えるるなんて言ったらもうう教会の人にどう思われるか恐ろしくて聞くこともできないって言ってこれから手術をするっていう時にもう今まで通っていった教会を辞めてよその教会に移る前に全部もう本当に見かけが分かんなくなるぐらいまでに意向が済んでから新しい教会に行くようになるっていう人もいるんですけれどもじゃあ行った先で今度はその今まで生きていた昔の生まれの性別の時のことを 言えないっていうことでまた結局あの秘密を抱え続けなきゃいけないそのような感じで罪か罪じゃないかみたいなことが言われ続けている限り当事者はずっと、まあ、当事者ってまたね言っちゃいますけれどもセクシャルマイノリティだって感じている人は教会の中で何かしら居心地の悪い思いしたり傷ついたりまた自分も本当にそれが罪なんじゃないか自分はなんて。 こんなせっかく神様を信じたのに変われないなんてなんて罪人なんだって、まあ、自分を罪人だって自認、ね、する人は幸いですけども、あの苦しまなくていいところですごい苦しんでしまうようなこともあったりするんですね。でそういうその罪罪じゃないっていうところのベースにやってくるのが聖書理解っていうことです。あのこの太い線のもう一本の方に言っていますけれども、 よく根拠として同性愛が罪だっていう風に聖書にちゃんと書いてあるじゃないかそればっかりはやっぱりいくら時代が変わったからって言って無視するわけにいかないよって言い方をする方がいるんですけれどもそもそも「どうせ愛」って言葉は聖書の中に出てきません。で今何色っていう風にあに翻訳されたり あの男あの「男性の売春する人」っていうふうに翻訳されている言葉も時代によって結構訳がガラッと変わっていたりだから同性愛っていう言葉に訳すとしたらそれは19世紀まで出てこなかった言葉を2,000年前に書かれた言葉のところに当てはめるっていうもうもろ誤訳をしちゃってることになっていますしまた。 例えば「女と寝るように男と寝てはならない」っていうふうに書かれたその背景っていうのを知るもしないで文脈も知るもしないでそこの文字列だけ切り取って「ほら!」っていうふうに言うっていうのは本当はあのものすごく恐ろしいことなんですね。まあ、今その個々の個 あの今まで同性愛は罪っていう人たちの根拠にされてきた箇所について始めるとあのもうそれだけで3時間ぐらい行ってしまうのであの参考文献はお書きしたんですけれどもちょっとこれを全ての人にお読みくださいっていうのもあれなのであの僕今ホームページをちょっとずつあの書き足していてそこでなるべく多くの人にざっくりと「その今まで同性愛は罪」って あのいう根拠にされてきた箇所が実際はどういうつもりで書かれたっていうふうに今の研究で分かってきたかっていうことをちょっとずつあの書いていこうと思っています。その,あの参考にしているのがこの「虹は私たちの間に」っていう日本のフェミニスト神学という女性の視点であの聖書をあの釈義していく研究していく立場の研究者の方が書かれた本なんですけれども。 今まで教会で聞いたこともないようなそれらの聖句の背景当時どうしてそんなことが書かれたのかっていうことがすごく勉強になりましたなのでそういうことを専門でちゃんと知らなかったら誤解しちゃうことがたくさんあるんですねもう数千年にわたって書かれている本なので本当は誰もが聖書を自分流に解釈して 読んでいるんですですも素直に文字通り読むことが信仰的な聖書の読み方だっていうふうに教会で習ってしまったりするのでそういったことをこうなんか歴史のところを調べたりするのはかえってこう聖書を疑うっていうこと神様の言葉を疑うってことなんじゃないかっていうふうに思っちゃったり思わされちゃったりしていてその自分の読んだままで聖書の文字列を読むならば。 それは素直に読んでいるつもりでも自分の理性とか経験とか常識とか今まで身につけた知識とか自分の性格とかもありとあらゆるフィルターを通して聖書のそこを読んでいることになるので私たちがその聖書の中にあの同性愛が罪だってことは本当は言ってないですよっていうことを言ってもそれはあなた方が自分を擁護するために聖書を勝手に解釈してるんじゃないですかって。 言われることがあるんですけれども、じゃあ、勝手じゃない解釈を完璧にできてる人なんかいるんですか多くの神学者が大体一致した意見ならそれは正しいんですかっていうことなんですね。誰一人として本当は聖書を正しくなんて理解できてないっていう前提を忘れてはいけないんじゃないかなって思います。じゃあ、どうやってこのテーマについて 考えて判断したらいいのっていう時に今日の一番大事なテーマであるイエス様ならどうするだろうっていうことです。WWJD っていうあの頭文字 What would Jesus d o イエス様ならどうするってあのー、なんかもうリストバンドとかにもこれね印刷されてるぐらい有名ななんかフレーズになっていますけれども イエス様だったらこのことについてどう考えるかっていうよりも目の前の一人に対してイエス様ならどう接するだろうかっていう視点で考えていくならばキリスト教の中で言ってることとイエス様がやってきたことってどっちかっていうとイコールというよりは違ったりしてるんじゃないでしょうか。 あの「イコール」「イコールじゃない」っていうちょっとなんか「に」と「き」って書いてあるような変な記号になってあのイコールと「イコール」じゃないっていうやつですね <laughs> すいません分かりにくくなってしまって書いて <laughs> あのイエス様が生きて生きてとか人間としてこの地上で活動されていたときに、まあ、当時の我々の感覚でいう教会にあたるようなところの指導者たち から,したらもうイエス様が一番もうなんか反,反神様みたいなふうに思われていたわけですよね。立法を全然守らないで罪人って言われるような人たちとあのいつも飲み食いしてて「ああらわしいみたいなもう神への冒涜だもだ存在そのものが冒涜だぐらいに思われていたのがイエス様の行動だったわけです。 で実際その当時の人たちはそのイエス様にたまりかねて十字架につけてしまったわけですけれどもそのことを自分たちは神様のために正しいことをしているとまで思ってやってしまっていたわけですね。私たちはイエス様を十字架につける側にいるような感じであの日本ではそのクリスチャンが LGBT の人を 殺害したみたいな話はさすがに聞かないですけれどもでもやっぱりアメリカの福音派の影響っていうのがこうずっとあってそのやっぱ罪なんじゃないかっていうのがあると例えば親御さんが子供が自分はあのトランスジェンダーなんだ体を変えないともう苦しくて生きていけないとか言った時に「神様が間違うわけないじゃないの」って言ってその子供の感覚を否定して。 あなたは悔い改めて神様に与えられた体を受け入れていけるべきよみたいなことを言ってしまうっていうことは結構日本でもあります教会でもあなたはその同,性のパー同性のパートナーとの関係を解消しなさい異性愛者になれるように悔い改めて祈らないと駄目ですよみたいなことを言われて病んでしまったりもうそんな祈るけれどもそうそう変われないですから。 変わる人ももいますけれどもそういう人の場合のストーリーをよく見てみると幼少期にやっぱりそのすごい強烈なトラウマがあってその人の場合はその混乱としてセクシュアリティが一時的に違っていてその心の傷が癒されたからその人本来のセクシュアリティに戻ったっていうケースもあのそれはそれであるしそれは素晴らしいことだと思うんですけれども。 セクシャルマイノリティの人たちのセクシャリティ全部を異常だと決めつけて治るようにあの祈りなさいとか祈るねとか言うっていうことは結局その人を追い詰めて神様がその人をそういうふうに作られたのかもしれないっていう考えを自分の中から捨て去って自分でその人を判断する神様がこの人をそういうふうに作ったに違いないって決めるっていうのは実はものすごく、あ。のー あるで当時のイエス様を十字架につけたパリサイ人たち立法学者たちのような立場に立ってしまうことなんですねではじゃあイエス様ならどうするイエス様ならどうしなさいって言ってただろうっていう方に目を向けてみると「さばいてはいけません人を罪に定めてはいけません」。 そしてイエス様は本当は神様なんだから人の何が罪かってことを全部知っておられたけれども基本的にあの他の人がみんなこの人は罪人だって言ってる人に対してあなたの罪は許されましたっていうことはあってもあなたはこういう罪を今犯していますねって言い方をしませんでした私もあなたを罪に定めない他の人はもうあなたを裁けなくなったでしょうっていう状況に なって私もあなたを罪に定めない裁きを下さないっていうふうにいつも許してくださる例外的にイエス様が罪を指摘したのは自分は正しいと思って人を裁く人他者の苦しみを分かろうともせずかえって苦しみを増やすような人もう毎日カツカツの生活をしている人たちに対してこの立法も守れてないこの立法も守れてないって言って あのその人たちがどうやったら立法を守った生活ができるようになるかとかは全然手助けするつもりもなくあのこんな罪ばっかり犯している民だって言って私たちはでも立法を守りを行っているっていうふうに思っていたような人たちをイエス様はすごい厳しく糾弾しましたけれどもそれ以外の人たちに対してはイエス様はそういうことは全然しなかったです。で その下にちょっと裁くのは誰裁くとどうなるっていうことも書かせていただきましたけれどもあの毒麦のたとえっていうのが聖書の中にあのイエス様が語ったとして書かれています、うん、確かにその人の目にやっぱりこれはあの罪だこれはいいことだっていうふうにみんないろいろ判断をするときにやっぱ早めに積んだ方がいいんじゃないかって思うけれどもそれを無理に抜こうとすると 良い麦も摘み取ってしまうからもう裁きは最後に神様がするからそのままにしておきなさいっていうところがありましてその時に裁くのは見つかりが刈り取りをするって書いてあってどっちにしろその神様の側で裁く裁いてくださるからあなた方人間がするのは裁きじゃないですよっていうことをすごくイエス様は念を押しておられました。 さらにその何々をしないっていうその禁止面だけじゃなくてじゃあどうしたらいいのかっていう積極面でいったらイエス様の示してくださった見本というのは友となる隣人となる客となる本当に対等に裁くっていうのは上からですけども対等にもしくは客となるっていうのはある意味その人の。 ね、その,庇護の中に入るっていうことなので時にはもう下になる例えば水を飲ませてくださいってイエス様があの女の人に頼んだところもありましたけれども時には相手よりも下に私の方があなたよりも神様の御心についてあの無知かもしれないっていうくらいの謙虚さでもって接するイエス様のそのへりくだった姿勢に私たちも習いたいと思います。 えー、私も自分はセクシャルマイノリティの一種ではありますけれどもじゃあ他のセクシャルマイノリティの人の気持ちが分かるかって言ったら分からないことたくさんあります人を好きに一度もなので自分以外の人に対して本当に自分よりも優れている私の知らない神様の側面をこの人は知っている。 だっていうふうな気持ちで尊敬を持って接する時に一人一人が小さなイエス様としてその周りの人たちに関わっていくことになるんじゃないかなと思うんですねそしてその隣にすごく似てるんですけども今度は「一人一人を小さなイエス様として」と書かせていただきました自分を えー、小さなイエス様の派遣先のようにあの見ると同時に自分の周りにいる自分の目の前にいる一人のこともこの方があのイエス様だっていう風なつもりでその方のニーズに応えようとすることそれも同時に大切ではないかなと思いますイエス様がこれら小さなものの一人にしたのは私にしたのです言ってその 自分たちがイエス様に何かしてあげた神様のために何かしたとは思っていない人たちがえなんで私たちをそんな風にねぎらってくれるんですかっていう時にその人たちは神様と会ってるつもりなかったけれどもその目の前にいる困っている人弱っている人裸の人飢えてる人貧しい人たちに親切にした人たちのことをイエス様はそういう人たちにしてくれたことは私にしたのと同じですよっていうふうに。 言言ってくれる見言葉がありますなので皆さんの隣にいる人皆さんの目の前にいる人その人を本当にイエス様だというつもりでその人が本当に今求めていることは何だろうかっていうその周りの一人一人のことも小さなイエス様として考えてみるこの時にあのー 空腹だったり乾いていたり裸だったり病気だったり、えー、孤独だったりっていう時にあなた方は世話をしてくれましたねっていう言葉がありました。一人一人にニーズが違うんですね。お腹が減っている人にあのー、水をあげてもお腹はまあ、水まあ、多少は満たされるかもしれないですけれどもやっぱり食べ物が必要だし裸で着るものがなくて震えている時に。 あの水をあげても余計寒いですよねそういう時にやっぱり服が必要なわけです孤独な時にはいくら物をあげることよりも一緒にいてくれることが一番必要なわけですニーズは一人一人違いますセクシャルマイノリティといっても例えばあの本人同じ同性愛者の人でも本人があのどのようにそのことを捉えてるかってほんと人それぞれなんですね。 クリスチャンで自分のこのセクシャリティも神様から与えられたものだ。で、今出会って一緒に暮らしているパートナーも神様から与えられているっていうふうに、本当に感謝を持って一緒に住んでいる人もいれば、自分が今同性愛であるっていうことは、なんかの間違いなんだ神様に早くこれを解消してほしい。異性愛者として自分は生きたいのにって思っている人もいます。なので、前者の人に、 それは罪だから別れなさいとかいうことは、あの、おかしいっていうのはもう先ほどのところでお話ししましたけれども、うん、前者の人はやっぱりその関係を祝福して応援してほしいかもしれませんし、後者の人はその悩みに寄り添う。まあ、自分がそのことは別に罪だと思っていなくても、僕はそういう人に対しては、そう、あなたはそのように感じるんですね。それがすごく罪なような感じがするんですね。じゃあ、あなたは、 そそれれれが癒さたたいいいいとと願っってててるのであれば僕もそこに心を合わせて祈りますよってあの言いたいと思いますトランスジェンダーの人でもあの私性自認は体と違うけれども基本的にはやっぱり社会生活の上であまりにも混乱を招きたくないので体の性別に従ってあの暮らせばいいですそこまで違和感強くないので大丈夫ですって人もいればもう体を変えて戸籍も変えて完全に あの望む性別で暮らさないともう発狂しちゃうぐらいの人もいますからやっぱりそういう一人一人に,、まあ、に願っってていることって違います何かをしてほしいわけじゃない人もたくさんいるんですねただ分かってほしいそうなんだねってその一と言が言ってくもらえない誰にも認めてもらえなくて苦しんでる人もいます。この一人一人人違うニーズにに対してまずずは判断せずに実 ゆくり耳を傾けてそれを尊重していただけたらなって思いますその先にどうしたいかどうして欲しいのかっていうのは本人と一緒に悩んでくださったら十分なんですねあの神様しか答えを知らないので、うん、一人一人も 自分のこれでいいのかっていうのは私だってこういう活動してたって本当にこういうふうに自分のセクシュアリティのままに振る舞っていいんだろうかってそれは100%正しいかは分からないけれども少なくともでもそのこととで神様との信頼関係がっって深まったんですよ僕はこのセクシュアリティを通してあ自分は神様にこういうふうに作られたからこそこういう働きができるな今まで。 つながることのできなかった人たちとつながったり感謝してもらえるようなことが自分は大したことしてるつもりなくても誰かの力になることができたりしているなっていうやっぱり神様からの祝福として今は自分のセクシャリティを受け取っているのでそういうふうにこう神様への感謝が生まれたり神様への愛が生まれたりっていうそれはやっぱり良い実が生まれている良い実を結んでいることだなっていう 僕は思ってます愛、喜び、平安、寛容あ僕これちょっと全部ちゃんと言えないんですけれども <laughs> 皆様の方が暗記してるかもしれないですけどそういう良い味を結ぶことができているから僕はこのセクシャリティについて100%は解決していなくてもこのま,まあまイエス様と一緒にこのセクシャリティで生きていくことができるなってすごく感じています逆にそれは罪なんじゃないかって言われて そうかもしれないないってその苦しんだりしてあ、まあしてもいけないこうしてもいけないっていう風になっていくとなんで神様はこんな風に自分を追い詰めるんだっていう風に神様への恨みになっていってしまったりもうクリスチャンが鬱陶しくなったり交わりに加われなくなってしまったり本当に悲しいケースでは自殺してしまったり自暴自棄になってあのことさらにあのいろんな人と やって別れて体の関係ばかり持ってで余計自分が傷ついたりとか人を傷つけたりとかま、そういう方向に走ってってしまう。それを一概に悪い意味と言っていいかわからないです。けれども、そういうところを通しても、神様はその方にね。あの、何かを伝えようとしたり、愛を注ぐチャンスに変えてくださったりもしますけれども。 一人一人がどのような人生を送るのかっていうのはその人の選択だけれども自分がその人の人生にどういう関わり方をするかっていうのはこちらで任されていることだと思うんですよね。その人に寄り添うのかその人を神様から遠ざけるようなことをするのか罪か罪じゃないかじゃなくてそういう自分の 関わり方がその人に対してイエス様のような愛を示すことになるだろうかっていうふうに考えていっていただけたらなと思います。ものすごい超スピードで飛ばしてきてしまいましたけれども一旦ちょっとここでこのお話を区切らせていただいて次の質疑応答の時間に行きたいと思います。ありがとうございました